はい。バナッシャン。はーい。おはようございます。沖縄、おばばです。はい、今日は日曜日ですね。えー、今日は、ああ、午前中ね、桜猫ちゃんところに行っていきたいと思います。はい、えーとですね、えー、皆さんにね、お伝えしたいことがいくつかあります。あの、例のね、えー、参加のグラーグラーなんちゃらですね、えー、ビール工房の中にね、たっぷり、あのー、 グルーターのね、グルーターのね、えー、チオンチオンが含まれているということで、えー、週に2日ほど、はい、えー、クラフトビールデーを設けております。といってもね、まあ、私はあんまり飲めないで、えー、1本ぐらいが限度なんですけどね、缶ビール1本ぐらいです。はい、せいぜい。はい。えー、で、やってみた結果、意外なことに、えー、調子がいいんですよ。はい。 えー、もしかしてサプリメントですね。エビオスとかで取るよりも、エビオスとかはね、まあ日常に、あの、アルコール飲まなくてもね、ビール取れるんで、えー、いいのかもしれませんけど、えー、まあ、あの、週に2日ぐらいなんですけどね、えー、今ね、ええー、なんていうのかな、まあ、本当はそんなに量も大しては飲んでないんで、えー、取れてる量も、あの、そんなに、あの、 グルーのね、グルーのタチオーンですね。取れてる量もそんなにないんですけど、意外と調子がいいことがわかりました。はい、えー、多分ね、それはグルーのタチオーンっていうよりも、 相乗効果で、私、あの、飲むとね、食べる速度がかなりゆっくりになるんですよ。で、本当に、まあ、そんなに、まあ、私、食事の量は、あそんなに食べないんでね、えー、ご,ご飯を、よりは、あの、ビールを飲むときは食べないんで、えー、本当お、おかずとビールだけなんですけど、まあ、ちびして 食事の量とかね、ビールの量とか考えると本当に少しずつ食べてる感じなんですよね、えー。まあ、小1時間かかるんですよ。はい、飲んでると。でもまあ、普段ね、ご飯食べるのってまあ、20分ぐらいでね、食べ終わっちゃうんで、早,早く食べちゃうんで、まあ、まあ、それが良くないのかもしれないんですけどね。でも、まあ、 なんていうのかな非常に、あのー、食べる速度もゆっくりになりますし、えぇ、ー、すっきりします、次の日が。はい。なので、あのー、なんていうのかなよく眠れますしね。やっぱアルコールはあの、体をこう、血行ちょっと良くするんで、まあ、眠りにつけるっていうのもあるんでしょうけど。はい。えー、そういう感じですね。あと、リラックスする作用もありますからね。 あの、アルコールにはね。なので、多分その関係で、あのー、副交換神経でしたっけが刺激されて、あのー、眠りにつきやすくなるんだと思います。はい。えー、いい感じです。はい。まあ、あのー、週に2日ぐらいだったらね、えー、いいので、私続けてみようかなと思ってます。はい。えー、でもね、まあ、酵母がたくさん取れるね、えー、生のビールですね。クラフトビール。はい。えー、上、ね、上流酒とかね、発泡酒とか、 だとね、まあ、あんまり意味がないんでね、工房。工房そもそも工房ね、ないんでも、はい。なので工房がね、ちょっとでも取れるクラフトビールに、えー、週2回ちょっとやっていこうかと思ってます。はい、えー、そんなこんなですね。はい、えー、皆さんもね、まあ、お酒飲めない人はちょっと無理かもしれないんですけど、ちょっとでもね、まあ、 量は飲めなくても、そこそこ、まあ、ビール一本ぐらいだったらっていうぐらい、そういう人だったら、週にね、二日三日、いいんじゃないかなとは思ってます。はい。えー、非常に、あのー、体調が、いい感じですね。はい、えー。昨日から、そして昨日からですね、えー、冷房をつけたまま眠らなくて済みます。はい、嬉しいです。今日も多分、あの、 天気予報を見ると26度ぐらいまで夜下がるんで26度5度ぐらいまで下がるんで最低があ本当に助かります昨日やっとあの冷房を切って夜を過ごせました、はいえー、やっとなんかね、えー、秋っぽくっていうか秋っていうかまだね昼間は30度超えなんですけど、はい、それでもね、えー、ちょっとずつあの冷房とさよならできるのは非常に嬉しいです。 はい、今も冷房つけてません。ね、えー、多分あの、出かけるときはね、それでも、ちょっと暑くなるんで、猫たちの熱中症がね、ちょっと心配なんで、えー、つけてきますけど、多分ね、えー、夕方夕方っていうかまあ、夜からね、7時、8時ぐらいから、えー、冷房切ってね、えー、なんていうのかな、自然の風をちょっと、ね、お部屋に入れることができると思うと、ほに嬉しいです。はーい。 えー、皆さんね、今日もあの素敵な日曜日お過ごしください。はい。えー、まあ、いい感じですね。あのー、あの、ビールデーはね。はい。あのー、本当にあの噂は本当なのかもしれないですね。はい。まあ、たばたばこうの方はね、ちょっとあのー、今んとこそんな余裕がないんで、えー、試してみれないけど。<laughs> まあ,あ、試してみるについて。 してもね、自分はこう、紙巻きは多分吸わないと思います。多分、えー、死が、死がりローあたりになるかなとは思いますね。試してみるのも。あれは発酵してますからね。葉っぱが違うんですよ。葉巻きと普通のタバコって。えー、葉巻きに使うタバコはね、確か、タバコの葉はね、全部発酵してあるんですよね。まあ、ちょっとね、あのー、酸化グルなんちゃら対策だったら、 ええー、まあ、しがりろかな。そういう感じですね。でもまあ、今んところ余裕ないんで、高いですね。<laughs> ごめんなさいね。高いんでね。なんて言ってもね、葉巻 <coughs> の方は高いんで、ちょっとやめときます、今のところは。はい。<laughs> それでは皆さん、またね。えー、ごめんなさいね。<laughs> もうすごいね、これ、撮る前にね、家事いろいろ動いてたんですよ、やってね。えー、部屋掃除したりとかね、掃除機かけたりとか、えー、ちょっとね、大物ね。 こっちのカバー洗ったりとかね、えー、やってたんで、えー、ちょっとね、えー、<laughs> 汗かいちゃって <laughs>、そのままビショビショだった、汗ビショビショだったんですけど、い着替えないでね、ビショビショのままいるもんでちょっと <laughs>、くしゃみ出ちゃいました。はい。それでは皆さんまたごきげんよう。はい。沖縄おばばでした。今日はね、猫、ね、ちゃんとこ行ってきまーす。